を切り抜いてメッシュの板をはめていきたいと思います。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい、そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。あ、抜く、一気に抜くなってますね、車内が。はい、今日はねエアコンの取り付け完了しました。次からね暖房入れて作業できそうですね。嬉しいです。はい、今日はですねここエアコンの室外機の風の出るとこですね、ここを切り抜いてメッシュの板をはめていきたいと思います。ちょっとねこれぐらいの大きさで穴開けてっていうのを毛がいてみました。じゃあ早速ねやっていきたいと思います。もう花粉なのか風なのか鼻水が。はい、今穴開けたところからねこの毛がいた線沿いにジグソーで切っていくんですけども、せっかくねこれ塗装して綺麗になったボディ傷がいったらね嫌なんで養生していきます。そしたら切っていきましょうか。ここがね穴がちょっと端っこすぎちゃいました。下からいきますか。こっちも開けとこう。それにしても鼻水が、春がやってきたのか。タケノコが全然ダメなのでこれでいきますか。ちょっと太い12ミリ。これの方が手っ取り早かったですね。よし、歯がこっち向いとったら自分の方に粉が飛んできます。そういう時はこれですね、これしましょう。これ曇っちゃってなかなか見えなかったりするから困るんですけど、ね、目は守らないといけないですからね。はい、ここらでちょっとテープ貼っときますか。はい、開きました。この角を、はい、もうちょっと下からの方がいい。エアコンの室外機がよく見えるようにこんな感じでね穴開きました。そしたらタッチアップしときますか。雨降らないうちにね、いつも雨にやられますからね。はい、その前にこれですね、バリ取っとかないといけないですね。
この泥を落とすのはマジックリンですね。目隠りじゃ全然落ちないです。お、マジックリンなら一発。できました。そしたらね、シリコンオフでちょっと油分を落としときましょう。プラサフ吹いていきます。はい、プラサフも乾きましたね。エアコンの室外機の風出るとこですね。ここのメッシュのね、網を注文してたのがやってきたんで、ここを作っていきたいと思います。アルミのねメッシュの板をこう枠を作ってねはめていきたいと思うんですけど、どうやってやるかな、まあ作りながら考えましょうか。はい、こんな格好してますけどね、エアコン取り付けてからね暖房を入れて中で作業できるかなと思って楽しみにしてたんですけど、エアコンのついた翌日からなんとこの陽気です。実は2月なんですよね。今日もめちゃめちゃ暑くて、体感何度あんのかな、30度ぐらいあるんでしょうか体感でね。実際の気温は何度でしょうか、ちょっと見てみましょうか。室内が17度、外気温何度だと思います、外気温なんと2月ですよ 20.4 度。めちゃめちゃ暑すぎません？エアコンつけて取り付けて暖房入れて作業できると思ったらこれです。その前の日までは7回連続雨にやられて、ね、準備しては雨に降られ、準備しては雨に降られて片付けて、やっとエアコンがついたらこれです。どうなってるんでしょうねこの地球。じゃあ早速作業の方を始めていきたいと思います。これが切り抜いたボディです。ここも印しときますか。これって表裏あんの？なんとなく。もう小学校終わりの時間ですね。早いな。もういつもね、作業を始めるのがこんな時間になっちゃうんですよね。とりあえず、はい、カットしていきまーす。はい、今度はね枠の部分を作っていきます。アルミ板をくり抜いてね、くり抜いた部分にさっきのアルミのメッシュを貼り付けます。Thank you.
アルミの板はですね、アルマイト加工という加工が施してあることが多くてですね、それがしてあると溶接もロウ付けもつかないということなんで、表面を削っていきます。全くつかん。これは難しいな。こりゃ困ったね。全くくっつきませんわ。溶接がつかないのならということで、今度はロウ付けをやってみます。待ち、待ち、開いちゃいました。もうほんまに難しいな。どうするかな。穴開いちゃいました。ぐにゃぐにゃになってます。薄いやつは溶接も無理やし、ロウ付けしても溶けちゃいます。もうちょっと分厚いのでやり直すか、もう溶接もロウ付けもせずにリベットかなんかで止めますかね。また材料注文しときます。はい、この前ねこれ作ろうと思って大失敗したんで、でちょっとアルミだとねやっぱり柔らかすぎてねベコベコになっちゃうんで、今度この縁はねステンレスにしました。まあ中の網はねちょっとアルミしかいいのが見つからなかったんでアルミでいきますけど、今度はちゃんとこうリベットでね中の網を止めようと思ってます。はい、じゃあちょっとこれね切っていきたいと思います。はい、そしたらね内側をくり抜く前にリベットとネジの穴を開けていきます。はい、穴が開いたら次はね裏側に結構こうやってバリが出てるんでバリを取っていきたいと思います。はい、穴開け完了です。そしたらね次は内側をくり抜いていきます。
よいしょ。ちょっとね、塗装するので箸付け、あれ、コンセントが刺さってない。抜けたかな。そしたらメッシュの部分ですね。はい、メッシュの部分。普通の鉄のワッシャーでいきます。ではシャワー、ズボズボ、これか。枠にメッシュの板の取り付けが終わりました。次は塗装ですね。こんな感じでここにつきます。ぴったりですね。はい、ボディのね、穴開けるところを先に印して穴開けときましょうかね。
てえねえ。うまいな。ちょっと細いけどこれでええか。雨にやられないうちにタッチアップだけはしときましょうね。はい、脱脂をしてきました。これでね、塗装の準備が整いましたね。プラスサフ拭いていきます。はい、そしたらトヨタカラー塗っていきます。虫が、こんなとこに虫がついてるやん。もうほんまに、足が、ああ。塗装がね、だいたい乾きましたね。今日はちょっともう薄暗くなってきちゃったんで、また後日取り付けたいと思います。昨日塗装したエアコンの風の吹き出し口の蓋なんですけど、これがですね、反射板どっかこの辺につくんですけど、その位置がこんな感じですね。ちょっと印をしました。ちょっと穴開けていきましょうかね。こっちはきついかな。もうちょっと。はい、つきました。こんな感じですね。ちょっとリベットがグラグラするとこがあるんで、万能接着剤止めましょう。はい、万能接着剤、シリコンシーラントコーキングです。これでつけといたらね、落ちることは。
はい、こんな感じでどうかな。よいしょ。はい、大丈夫そうですね。これでね、コーキングで止まってるんで落ちることはないと思います。はい、そしたらこれね、コーキングが乾いたら車の方につけていきたいと思います。パネルを止めるネジなんですけど、シルバーなので、白にトヨタ色にですね、塗装したいと思います。はい、塗装するのにですね、これサンドブラスターとかあったらいいんですけど、サンドブラスター残念ながら持ってないので、紙やすり、これで頑張ります。そしたらですね、脱脂、一応ペーパーでちょっと拭いておきましょうかね。プラサフ拭いていきます。はい、それではトヨタからこの前作ったやつなんですけど、しばらく雨が続いててですね、全然やってませんでした。今日朝からいい天気なので、とりあえず仕事行く前に取り付けたいと思います。この前ね、作った後ちょっとね、この角っこですね、あまりとんがってるのもちょっと危ないかなと思って、ここね、角切って塗装しときました。あれ、ネジが1本足りないぞ。1本残ってました。ちょっと浮いてるか。はい、こんな感じでいかがでしょう。いつものコーキングでちょっとサビが来ないようにするのと、ネジが取れないようにするのと兼ねてね、コーキング塗っときます。このね、ネジ出てるとこね、コーキング完了。ここ、できました。綺麗に、まあ綺麗にできたんじゃないでしょうか。これでね、あの穴も目立たなくなりましたし、寒いからね、エアコンを先に取り付けて中で暖かくして作業しようと思ったんですけど、結局ね、雨とか仕事とかでなかなか時間が取れずに、もうこんな季節になってしまいましたね。後ろでヒバリが鳴いてるのが聞こえますでしょうかね。4月です。はい。冷房をかけてね、涼しくして作業したいと思います。はい。
それではね、また次の動画でお会いしましょう。旅、車中泊、キャンプ、登山の動画はアウトドアアクティビティのチャンネルにアップしています。ぜひこちらのチャンネルも見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。